知り合いに超イケメンで頭が良くて何でも知ってる子がいるんですけどね。その子、どうも女の子のことは鈍感で、相手が興味津々でも全然気づかないんです。そんなわけで、私が女子目線から彼のことを助けてあげることにしましたよ。女子があなたに魅力を感じているサインを見ていきましょう。1. あなたを喜ばせようとする。末永く幸せにしようとか、色気で誘おうとか、そういうものとは違いますよ。相手の女の子が無意識のうちに存在をアピールしているかどうか、これがポイントです。私なんかの場合は、魅力的な男子に出会ったら髪をいじったりするかもしれませんね。毛先をつまんでみたり、指に巻いてみたり、指を通してみたり、唇を軽く噛んで相手の唇を見て、それから目を見てくる子だっていますよ。あなたを見て、そして後ろを振り返って、またあなたを見るとか。ちなみに、女の子があなたを見た時に瞳が大きくなっていたら、目に映っているものを彼女が気に入っている証拠。スチュアート・シュタインハウアー博士は、私たちの目は考えていることを映す鏡だと言っていました。心の動きを目から読み取ることができるんです。男らしい声が男性性をアピールするものであれば、女性だって声を使います。他の人と話す時と声色が違うなと感じたら、それはいいサイン。彼女はあなたの耳に柔らかい声を伝えようとしているのかもしれません。 2. あなたの周りに常にいる。パーティーへ出席しても、みんなスマホばかり眺めている。そんな状況が増えつつある昨今、そんな中で女の子がインスタではなく、あなたに興味津々でいるようであれば、あなたに気があるのかもしれません。あなたを見るだけでなく、質問攻めにしつつ、時折自分の話をするようであれば、あなたの気を引こうとしているに違いありません。彼女の注意が完全にあなたに向いている時は、あなたの魅力を相手に知ってもらうチャンス。自分の成功体験とかを話す必要はありません。男性の魅力は態度からにじみ出るもの。自慢話はしないように、クールに行きましょう。でも、仕事や趣味の話、将来の夢の話は相手の子に一切するなというわけではありませんからね。ただし、現実的ではない夢は語らないように。来月1億円稼ぐつもりって本気じゃない限り言ってはいけません。女の子は嘘が大嫌い。自分をよく見せようとしてついている嘘は、女性には簡単に見抜かれてしまいます。 3. あなたが誘うと必ずやってくる。魅力的な男性の誘いは断りづらいもの。そんな人間に自分もなりたいと感じるお方、ポイントは、あなたが相手に何をするかではなく、どのような態度で接するかであることをよく覚えておきましょう。自信を持って直球でアプローチされた方が、男らしいと感じてくれる女性が多いはず。自分の心に素直になって、相手に対する気持ちを隠そうとしない方がうまくいきます。あなたのそんな姿を見た女性は、デートのお誘いにノーとは言わないでしょう。笑顔で喜んでと言ってくれるはず。予定が合わない時は別の日をセッティングしてくれるかも。 4. 友達にあなたの話をしている。女の子と遊んでいる時、ばったりその子の友達に出会うと、これが前話してたスティーブよ、ああそうなのねといった会話が飛び交ったりします。ということは、前にあなたの話をその二人はしていたってことですよね。女の子は話を共有することが好きな生き物。正直に言うと、ちょっと話を盛ったりもします。嫌いな男子の話はしませんし、そんな相手と遊んだりもしませんからね。あなたが話題に上る男子で、相手があなたと遊んでいるっていうことは、当然あなたに気があるに違いありません。 5. ボディータッチをする。女の子は相手の男の子を気に入った時は、ボディータッチの垣根を越える方法を考えます。これはいわゆる、相手を自分のパーソナルスペースに入れても平気だよとアピールするチャンスのこと。バイバイの代わりにハグするのもその方法の一つですし、会話の最後に肩を叩いたりもありですね。
いっぱい人がいる中で隣に座るのも一つのメッセージかも。男子も女子も嫌いな相手の隣は嫌なものですから。6、あなたの SNS 上で活発。ソーシャルメディアは現代の社交場。人同士が出会ってチャットして興味を共有し合う場所です。相手の女の子があなたのものを気に入ってコメントをしたり、写真にいいねをしてそこから会話を始めたりしているなら、あなたのことがきっと好きなんでしょう。どうでもいい相手にはそんなことはしません。いいねもコメントも正直面倒。彼女自身の写真を送ってくるようなら、それもあなた個人にだけ送ってくるようであれば、それはあなたにはもっと自分のことを知ってもらいたいというアピールでしょう。これもいいサインです。皆さんは女子が男子に魅力を感じている時のサインを他にもご存知ですか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。